サイドポニーかわいい、嬉しい。初めてやったかもライブで、ちょっとボサボサになっちゃったけど、ここの辺もちょっとボサボサなんだけども、楽しかった今日、ありがとう。ちょっと待って、あ、お金さんありがとう、 I love you、 今日もありがとう、本当に本当に本当にありがとう。岡田さん大好き、 I love you、 I love 岡田さんありがとう。あ、ハゼさんもありがとう、 I love you、 ハゼさん、ハハ、 I love ハゼさん、ありがとう。ペコリペコリね、なんかさ、背景誕生日仕様になっててやばい。てか私さ、あさってでさ、もう19歳になっちゃうんだけど、やばすぎ。あと2日でさ19歳になっちゃうんだけど、怖くない、怖くないえ、今日プリキュアリアタイした、可愛かった、ニャミーが、ニャンニャンニャミー。お誕生日もまだお誕生日じゃないんですけどまだお誕生日じゃないですあさってですけど、ありがとうねまだ18歳です、一応まだ18歳。え、待って、かわいい、なにこれ、え、かわいい、なにこれ、あげた、あげた、ちょちょちょ、あ、七地姫だ、ありがとう七地姫、え、嬉しい、ありがとう七地姫ね、大好きね。この間のさ、 なんだっけこの間の、待って、あのライブの名前が出てこないけど、この間のさライブさ、来てくれて本当にありがとう。あの七地姫がさ、いつも持ってくれるさ、なんかうちはボードあるやん、あの可愛い、あのワンダフルな感じの可愛いやつ、あれね大好きだ、あのあれが見えると本当に幸せな気持ちになる。本当に青さんのことをいつも幸せにしてくれてありがとうね七地姫、嬉しいんだよ、七地姫のことが大好きなんだけど伝わってるかな、届いてるかしら。あ、あれ最後の分かったよ、ワンってね、ワンダフル、ワンダフルワンワンポーズしてくれたんでしょ。あ、そう、ガルガルだ、そう、超楽しいね、ガルガル、ワンダフルシューに、え、そう、あのツイッターの方でも見たよあの写真ね、あ、写真なんかもうさ、あの直接見てももちろん可愛いんだけどね、写真だとさ、隅々まで細かいところまでさ見れて、それがさ本当にさ可愛くてさ、なんか写真、あのうちらの写真ね、保存しちゃったんだ嬉しかった。これからもいっぱいいっぱい七地姫と青さん二人だけの夏更新しようね、大好きだよいつもありがとう、これからもずっとよろしくまよろしくまです、ありがとうね。片石かおさんです。本当に。やった。みんなさ、結局さ、あおさんの髪型さ、なんか何が一番好きなんだろう。なんかさ、なんだ、なんかさ、ハッシュタグみたいなのさ、なんかやってくれてるよね。めっちゃ見てるよ。嬉しくてめっちゃ見てるよ。なんか三つ編みが多かった気がする、やっぱ三つ編みが好きなのかな。あ、純也くんかわいい、だってありがとう、本当に本当に本当にかわいいですかやった。夏休みは中止、今が楽しすぎるから、じゃんじゃん、あ、梅太郎さんやば、アイラブア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 ラブ、ありがとう、大量のアイラブユー、私もだよ、私もアイラブメタロさんだよありがとう。え、今日さ本当に、あ、なんかね、私たちが出てくる前のなんか司会者さん、なんかよくわかんないんだけど、
ただいまの気温37度ですとか言ってさ、37度と思っちゃってさ、37度の中さ、しかも人がいっぱいいるからもっと暑いよね多分。そんな中さ、本当にずっと待っててくれて本当にありがとう。あの梅太郎さんのさ、あの大好きなうちわ今日もバッチリあのうちわ見えて本当に嬉しかった。レースもしたんだけど気づいてくれた本当に楽しかった、ありがとね。でもさ、なんか梅太郎さんさ体力あるよね。昨日もティフ行ってたでしょ。よかったよ、楽しいと思ってくれたらいいな。本当にいつもありがとう。ひわつかやさん、ありがとね。これからもずっとずっとそばにいてください。そばにいてくださいね。お願いします。あ、気づいてくれてよかった。ありがとう。ペカリペカリ。ありがとう。にゃ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 。ちょい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 。君が見る世界が知りたい、それはきっと。ハチビーさんありがとう。ハイビスカスみたいな、何これ、なんかルンルンハイビスカス、ルンルンハチビーさんって感じな。ルンルンありがとう。牛しか勝たん、そうそうしか勝たんありがとう、そうそう、あ、マッツンもだ、牛しか勝たん、マッツンしか勝たんありがとう。かわいい DJ なんだけど、え、なおたん DJ なんだけど、かわいい、うーせんげなすよ、かわいい DJ タワーだ、ありがとう、嬉しい、なおたん大好きだよ、うーせんげなすよ、ワンマーちゃん、せーの、 You do me too, just be honest、 DJ おちゃんかわいい、なおたん、なおたん、なおたんがね、本当にステージから見えるとね、なんかなんかなんか愛おしくてね、なんか本当に本当にね幸せ、なんかなんかありきたりな言葉でしか言えない。なんかなおたんのさ笑ってる顔が大好きすぎてさ、なんかなおたんのことが見える瞬間はね本当にね、はあ、なおたんの笑顔ってなんか映る笑顔だよね疲れててもね、なおたんがニコニコしてくれてるのを見ると本当に私はパワーが出ます本当にいつもたくさんたくさん青さんに元気をくれてありがとう、元気や大好きをくれてありがとう。あいちゃんの笑顔でパワーもらってますね。本当に。こっちのセリフすぎるんやが。ハートのことを共鳴して、わあ。なおたんとこれから先もずっとハートの鼓動が共鳴しますように。なおたん、これからもずっと大好き、これからもずっと大好きでいてくれますか、ありがとう。大好きな人がニューカワイ、ちょっと待って待って待って、ちょっと待ってね、ちょっと待って、なんかタオがちょっと、おー、ちょっと待って待って待って、落ち着いて、どんどこ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 、かさごさん、かさごさんありがとう、かさごさんありがとう、今日見に来てくれてたんだよね、本当にありがとうね、嬉しかったよ、あんな暑い中ね、本当にありがとう。かさごさんにとってもとっても会いたいんだけどさ、元気にしてますか、最近何してるの、あおさんとってもかさごさんに会いたいんですか、でもかさごさんがね、あ、感じちゃったよ、かさごさんがね幸せに生きていてくれるなら本当にそれが一番私の幸せなんですけど、できることならね、あおさんがかさごさんのことをいっぱい幸せにしたいなとね常々思っておりますよ。どうだった
ニャジョイのライブどうだったかしら。幸せをたくさんお届けできたらいいな。幸せになってきてくれたかな。これから前に行きますので。本当？待ってるよ。やっぱカサゴさんがいてくれないと元気出ないよ。だからいつもありがとうね。ペカリペカリ。これからもずっとずっとそばにいてね。どこにも行かないで。どこにも行かないでね。あおさんもずっとそばにいるよ。ありがとう。あ、ちょっと待って待って、あ、じゅんちさんだ。あ、じゅんちさんもありがとうたわね。今日もね、本当にありがとう、じゅんちさんじゅんちさんのこと見えたよ。じゅんちさんも気づいてくれてよかった。終わった後さ、すぐにさ、リップしてくれてたやん。見つけてくれて、一緒にハート作ってくれて嬉しかった。私も嬉しかった。本当にありがとうね。もう本当に暑かったのにさ、私たちはさ30分だったけどさ、もうみんなはさ、どんぐらい待ってたのよ。もうめっちゃ朝早くとか、もう何、なんか噂によれば昨日から待ってたみたいな、なんかそんなことあるって感じなんだけど、なんかめっちゃ長い時間さ、あんな暑い中でさ待ってくれてたんだよね、みんな。本当にありがとう。本当にありがとう。疲れ吹き飛びました。本当に。なんかそんなさ、じゅんちさんの中で私の存在がさ、そんな風に大切にさ思ってもらえてる存在なんだっていうのがさ、すごい嬉しいな。嬉しいな。じゅんちさんいつもありがとうね。じゅんちさんとこれからもたくさんたくさん、いろんな思い出更新していけますように。今日も最高の日だったけど、最高の日をこれからもさらに更新していこうね。だからこれからもずっと一緒にいてね。ありがとう。ピカリピカリピカリ。ハートの子供共鳴して、わあ、鳴らすリズムにブレーキはない、転んでも進めて、隣で叫ぶ声、今日も君の夢を見たんだ、ラララ。ニャジョイ最高。ちょっとなんかめっちゃサイドポニーって感じのサイドポニー。か、私さマジで毛量多すぎてさ、この直径おかしいだろ、ポニーテールの。ラン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 。中島健人さんじゃん。中島健人さん、ありがとう。嬉しいよ。今日楽しかった、楽しかったね。あ、髪の毛さ、びっくり、めっちゃ可愛い、可愛いって嬉しいのかな、言われて、かっこよかった。めっちゃ良かった。なんか去年ものことがね、懐かしくなってきた。去年も染めてたよね。アイドル最高。本当、私も同じ気持ち。マジアイドル最高。マジアイドル楽しい。いいね、幸せだ。私は幸せだよ。超楽しそうで嬉しかった。でも暑そうだったけど嬉しかったよ。なんか本当にさ、アヌさんがこうどんなところでも待ってくれているっていう安心感がね、言葉にできないぐらいすごいです。ちょっとこれ以上は恥ずかしいので、今度のお話会でね。ありがとね。明後日も会えるかな、楽しみ。明後日はマジの誕生日だからね。これさ、お誕生日おめでとうってさ、みんな言ってくれるんだけどさ、これさ、あのテンプレで出てきてるの、これって。私まだ18歳なんですけど。あら、やだ、あらやだ。あ、やっぱテンプレのあれで出てきてるね。
8月10日ね、2人だけの時で、ね、楽しみだ。ワク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 ね、テンプレの時。ちょっと私はまだ18歳ですよ。あ、ちあちゃんもクマありがとう。え、めっちゃ可愛いんだけど。え、なんかユニコーンみたいのにクマが乗ってる。めっちゃ可愛い。てか私マツパしたの見て、昨日したからね、もうジュエンジャンギャンって感じだよ。ちあちゃんありがとう、ユニコーンに乗ってる。あおさんがユニコーン、ヒヒーンパカラッパカラッ。ちあちゃんペコリペコリありがとう。大地を踏みしめて君は目覚めてゆく、天使の微笑みで連れ出して、にゃ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 、歌詞わかんないよ。大地を踏みしめ、マジ今日大地踏みしめまくった。え、てかさ、マジさ、2周年、マジって言い過ぎて恥ずかしいな。2周、ちょっとトマトジュース飲んでいいですか。あの2周年衣装さ、久しぶりに来たんだけどさ、2周年衣装って本当に可愛い。いただきます。すごい音、すいません、不快な音がするかも。すごい音がしちゃう、ちょっと恥ずかしい。これどうしたらいいの。なんか一人の時あんま気にしたことなかったの。見て、これめっちゃ美味しいよ、本当に。なんかね、本当に濃厚なの。めっちゃトマト。え、最近トマトジュースガブ飲みしてる。なんか肌が白くなるってさ聞いたんだけどさ、白くなんないんですけど。トマトジュースを飲んだら肌が白くなるってね、なんか伝説、幻聞いたんですけど、聞いたから毎日飲んでるんですけど白くなんないんですけど。大地を踏みしめて、え、結構有名な話じゃないこれ。君が目覚めていく、天使の微笑みで連れ出して、 You can smile。 始まりはいつでも遅くないぞ、何度でも立ち上がれ。なんかね、え、結構ねいいらしいよ。飲んでみな。なんか喋ろうとしたのに忘れちゃったわ。あ、それでね、ヒールだったの、あの衣装が、なんかあの2周年コンサートの衣装がヒールだったんですけど、本当に足がガクン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 って感じだったね。もうね、無謀人とかね、もう足ガクンガクンだった。なんとかやりましたよ。あね、君の戦闘力、君の戦闘力、カッ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 、もう、ね、靴がねカン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 、本当にちょっとねなんか気まずかった。カン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 、最強でしょ、ファイティング、ウォッチミー、ウォッチミー。こんばんは。眠くなってきちゃった。なんか本当にさ、ロングスリーパーなんだけど、どうしたらいいかな。最近ね、なんか毎日7時間ぐらい寝てるんだけどいや、もっとすごい忙しい人からしたらさ、7時間とかさ寝てる、めっちゃ寝てるじゃんって思うかもしれないんだけどさ、私7時間だと足りないんだよね。
9時間ぐらい寝ないとダメなの。コビーン。それでなんかコビーンなんだけど、でも大谷翔平選手もロングスリーパーなんだって。でそれパパに言ったら、あの大谷選手もロングスリーパーだから大丈夫だよってね、なんか謎のフォローされたんだよね。でもなんかちょっと嬉しい。私もなんか二刀流いけちゃうかな。あー、クラゲちゃんもだ。ありがとう、かわいい。まあ、ギターくまさんじゃ。私本当にギターやりたいんだけどさ、やりたいと思うだけで触ってないんだね。あ、じゃんじゃかじゃん、クラゲちゃん。え、かわいい、サングラスかけてる。私メガネあるかな。あ、メガネどっか行っちゃったわ。なんか私メガネどっか行っちゃったかな。まあいいや。ありがとう。え、今日さ大丈夫だった？今日大丈夫だった？ね、こちらこちらこそ本当にありがとう。本当に楽しかったよ、本当にありがとう。でも心配だったよ、なんかさ、なんか暑くてやられてないかなってさ、めっちゃ心配してたんだよ。いや、あのさ、めっちゃさ、チャメに会いたい気持ちは超いっぱいあったんだけど、なんか本当に大好きだから、健康違う、何、なんか健康か、こう元気でね、元気でいてほしいと思ってさ、だから心配してたんだけど、今青さんのショールームを見てくれているということは元気っていうことでしょうか。日々のトレーニングしてるの、トレーニングしてるのいいね。私もね、あのね、プランクしてたの最近ね、最近っていうかここ 1,2 ヶ月ぐらいずっとプランクしてたんだけど、最近気づいた。あのね、私のプランクは意味がなかったことに気づいたの。なぜなら体がまっすぐになっていなかったから。ずっとね、あのこう腰、お尻がねちょっと上がってこう曲がった状態でねプランクしてたからね、マジでね、なんか全然疲れないプランクをしてたの。それでね、私ね5分とかやってたんだけどね、私プランク5分もできるの最強なんですけどとか思ってね、なんかでもそれ正しいやり方じゃなかったからさ、昨日ね正しいやり方でやったら、ちゃんとまっすぐなやり方でやったら3分しかできなかった。いつも5分できたのに3分しかできなかったから、しかもめっちゃお腹が、腹筋がめっちゃ痛かったの。だからそれが正解なんだと思う。ちょっとチャムもやってみて、青さんとプランクやってみて、また明後日やって。こちらこそね、明後日大丈夫かな。私さ本当に今日さ超楽しかったんだけどさ、なんか戻ってあの楽屋に着いた瞬間、なんかね、あの目の前の景色がね、あのグワングワンし始めてね、本当になんかあの頭がグワングワンし始めて、あの目の前がね、なんかあのこうなり始めちゃったの。これやばいと思ってね、あのアクエリアス、あ、なんかアクエリアスがね、あの楽屋控室にあって冷やしてくださってたんだけど、それをね、あの一気飲みしたの。 500ml 飲んだんだよ、やばくない？一気に 500ml 飲んだ。ちょっとやばいよね。てか私結構汗かくタイプかも。なんかジュリーとかの影に隠れてるけど、でもジュリーね、意外とね顔はそんな汗かかないんだよ。それが一番いいよね。私は顔に汗をかいてしまうからさ。全然元気です。そう、明後日もさ外だから、でもさ夜だから多分明後日はなんかもうちょっとあれかなって感じだけど、おい、すごい、すいません。え、こういうの最後まで飲まないとさ気が済まないんだけどさ、ちょっと音がさすごい申し訳ないなって感じ。もういっか。わ。え、息飲んじゃった。やばっかな。大地を踏みしめて、
君は目覚めてゆく。え、これはカゴメの濃厚リコピンって書いてある。え、なんか他のトマトジュースも飲んだんだけど、なんかこれが一番美味しい気がする。これトマト 100%。出会った今日を忘れないで、君と僕が変わった記念日。なんかね、あのね、去年のなんかね、突然なんやねんって感じなんだけどね、もうね、なんかちょっとね、気合入ってたっていうかね、なんか去年のTIFFでね、去年のTIFFはお誕生日だったんだけど、なんかお誕生日だからと思って、なんかすごいめっちゃ緊張しちゃって、なんかそれで去年はあれだ、なんか T シャツステージがあったんだよね。なんか朝の10時ぐらいからなんか T シャツステージみたいなのがあったんだけど、なんかそこでなんか自分の歌が下手くそすぎて、なんか本当に絶望しちゃって、あのねちょっと楽屋に帰ってから永遠に泣いてたんだけど、ってかもうホットステージに出る直前まで本当に出るの怖いと思って、なんかもう本当にダメだ、自分ダメだダメだダメだと思って本当にめっちゃ泣いてたんだけど、結局頑張って出たんだけど頑張って出てよかったの本当にね。みんなが待ってくれてたから、なんかその待ってくれてるみんなを見たら、あ、本当に出てよかったと思ったんだけど、だからね、今年はね、なんかこうあんまり気負いすぎずね、楽しもうっていうことを思ってね、楽しもうってね思ってね。いやでも緊張したんだけどね、緊張、いつも緊張しちゃうんだけどね。そうだよね、今年更新したよね。よかった。そうだからね、ちょっと私的にTIFFドキドキだったんだけど、めっちゃ楽しかった。めっちゃ楽しかったし、まあ、まだまだ私ね、本当になんかプライド高いというかね、なんか負けず嫌いなのかな、プライド高いんだな、負けず嫌いだし、なんかこうなんか理想がさ高くてさ、なんかこう自分を、理想が高いからなんか自分をせめて自爆するタイプのあれなんですけど、でもね、今年は楽しかったなっていう気持ちで過ごせて嬉しかった。でもこんな気持ちでさ、やっぱ入れるのはさ、会いに来てくれるみんながいるからだよね。なんかね、昨日のさ、モーメントでさ、更新したらさ、なんかなんだ、コメントでさ、なんかいけないけど頑張ってねって、もうほとんどそうだったの、ほとんどがなんかいけないけど頑張ってねって書いてあって、いやなんか嬉しいんだよ、嬉しい、みんなが応援してくれるのすごい嬉しいし、すごい嬉しかったんだけど、本当に誰もいなかったらどうしようと思っちゃって、まあ誰もいないわけはないんだけど、なんか本当に一人二人ぐらいしかいなかったらどうしようと思っちゃったんだけど、結構みんなが待ってくれてて嬉しかった。ごめんねって言わないで、ちょっと待って、私が悪い、これは私が悪い、ごめん、ごめんねってね言わせたかったわけじゃないの、本当に違うんだ、違うんだよ、ね、なんて言ったらいいのかな。なんて言ったらいいかな、全然そんな風に思わないで、ごめんねなんて思わないで、どこの場所から応援してくれてても本当に嬉しいし、私のことをね、好きになって応援してくれてるみんながいてくれるからさ、ここにいたいと思えるし、アイドルでいられるから、そんな風に思わないでね、ごめんね、私がごめんねって言ったらもっとごめんねって思わしちゃうのか、なんかダメだな、ちょっと永遠ループになっちゃう、これだと。
ね、だから愛を伝えられる機会があったらね、その時にたくさん伝えるね。こんばんは、こんばんは。愛してる、これが恋じゃないなら何が恋だ、すっごい好きってかめちゃめちゃ好き、理由はなんてないです、小さいそうじゃん、だって好きなんだもん、にゃ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 。え、マジでさ、他のアイドルさん見たかったんですけど。私たちさ、本当にさ、なんか終わった瞬間さ、はい帰りますみたいになってさ、もう帰ったんだけど、今年配信とかなかったからさ、なんか何も見れなかったしさ。え、そう、え、あのイコノイさんはもちろん見たかったんだけど、イコノイさんはもうマジで見たかったんですけど、もうそれ以外のアイドルさんも見たかったし、ニジコンさん見たかった、ドマレコさんも見たかった。にゃ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 。え、ジュースさん見れた、見れたっていうか、あのそのなんだ、会場の隣にちょっと控え室みたいなのがあったんだけど、そこでこう出番直前はその控え室、まあ外で待ってるのちょっと暑いから。本当に30分前ぐらいにその会場のすぐそこの控え室に入って、ちょっと直したり、待ってたりして、自分たちの出番になったら出るって感じだったんだけど、その控え室にテレビがあって、そこに今パフォーマンスされてるアイドルさんの映像が映ってるって感じだったんだけど、え、ジュースさんやばかったんですけど、え、もうさ、あのさ、リアイちゃんとか呼び捨てっていうか、なんかちゃん付けとか失礼だよね。まあでも同い年なんだけど、え、同い年であれやばすぎないかって感じ。フィエスタフィエスタ情熱を解き放とう、え、マジでね、情熱解き放っちゃったねって感じ。フィエスタフィエスタにゃん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 でもネフがいなくて、カキカキカキ。え、ジュースさん見たかったよ、あの映像じゃなくてさ、あのあれで、あのあれで、てかいきなり東北さんさん見たかったよね。またツーマンないかな、私さ必死にマネージャーさんにお願いしてるんだけど、その気配がないんだよね。ね、私もいきなり東北さんさんとツーマン、スマラブしたいよ。神様かねか、私より可愛い子がいることに気づきませんように、大げさな言葉で全てを無視して夢中になれ、愛してる。そう、なんかジュリーにさ、もうこれだけ出たらって言われたもん。もう、ずるいよって私がジュリーに言ったら、これだけ出たらって。あ、確かに、福恋 TikTok 撮りたい。え、でもね、今日ね、今日、空き時間にね、一本 TikTok 撮ったんだ。多分出るの結構先だと思うけど、え、結構ね TikTok ねストックいっぱいあんの、みんななんかいっぱい撮ってて、多分ニアジュエン TikTok ねめっちゃストックあるんよ今。
あのね、ワンダフルプリキュアもね、なんかあんな早く出ると思わなかった。もうちょっと後に出るかなって思ってたらね、なんかえ、あれ可愛いよね。あれ絶対踊りたいと思ってたんだよ。ワンダフルワンフルチュー、待って、私全然読んでなくて本当にごめんなさい。あ、うかてんありがとう。うかてん I love you I love you I love うかてん、ありがとう。わーペコリペコリ、ありがとう。おししかかたん、マサさんありがとう。おししかかたん、あおさんしかかたんですか。マサさんしかかたんありがとう。あ、ショウさんもありがとう。ショウさん I love you ありがとう。 I love ショウさんありがとう。ピコリピコリピコリ、嬉しいな、ありがとね。 TikTok きっかけで友達が葵ちゃんオタクになってたよ。びっくり、そんなことある、そんな嬉しいことある。え、 TikTok やってよかった。え、めっちゃ語呂良くない。TikTok やってよかった、 TikTok やってよかった。神様彼か私より可愛い子がいることに気づきませんように。私ね、カラオケ行って、あ、でもね、ダムだと入ってないこともあるんだけど、入ってたらね、もう絶対にね、天下一品歌うの。天下一品、一人で歌ってる、あれ一人でね、あの踊ってる。百戦錬磨一本勝ち、負けられないの、戦って戦って掴み取ってみせるから、うーてっぺん。恥ずかしいな、あれさ、なんか監視カメラとかあったらさ、店員さんに見られてんのかな。こいつ一人でなんか歌いながら踊ってんですけどって思われてるんかな。天下一品大好き。レッツゴー稲荷東北さん、 We are 稲荷東北さん、チチチチェケラいぎなり東北さん、あれなんて言ってんだろう。に聞きな道のくドープなサウンド、にゃ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 よいちょいくぜ、ワンツーワンツースリーフォー。でも私ドリンクバーよりワンドリンク、あー、ワンドリンクの方が200円ほど安いというそのケチな理由で、いつもドリンクバーじゃなくてワンドリンクなんか頼んでるんだけど、この間なんかなかなかね来なくて、どうしようと思って、なんか恥ずかしい、私いつも恥ずかしくてドリンクが来るまで歌えないのなんか歌ってる途中に店員さん来たら恥ずかしいなと思って、いつも来るまで待ってて、だいたいいつもすぐ来るんだけど、なんかその日本当にね 10分以上ぐらいで来なくて、なんか車内歌うかと思って、スノハレを入れたんです。それでね、届けてとかやってたらね、コンコンコン、コーン茶です、コーン茶来ました。恥ずかしかったね、こいつスノハレ歌ってるって思われたかな。ね、届けちゃった、届けるつもりなかったのに届けちゃったよ。届けて切なさには名前を、君に似合う人なのかな、噂流れる恋人、次の授業理科室へ早め歩き、俺が店員さんだったらお金置いて退出してた
恥ずかしい、ね、私さなんかさ恥ずかしくてなんか座って歌うより立って歌いたいタイプなの立って歌いたいタイプなんだけど、一人カラオケの時なんかカラオケのさドアってさガラス張りじゃないですか。なんかちょっと曇ってるところもあるけど、なんかだからさドアの前をさ人が通るときに、えなんかこの人なんか立って歌ってるガチ勢じゃんってなんか思われたら恥ずかしいなって思って、いや別に思われてもいいんだけど、思われてもいいんだけど、なんかちょっと恥ずかしいちょっと恥ずかしいと思ってソファーの上に立たないよ、ソファーの上には立たないよやだ。あでも前にリコと誰だっけ、なんかねなんかリコとレノンとなんかマイとアリスとなんかねその辺でねカラオケに行ってね、あのねちゃんと靴脱いだよ、ちゃんと靴脱いだけど、あのソファーの上に立って薄明光線をみんなで歌って爆笑しながら誰かが動画撮っててねその動画あるよどっかに。やばいよね本当にね、ちょっとなんかテンションおかしくなってたね。誰もりとか歌ってたよみんなでみんな部屋真っ暗にして部屋真っ暗にしてね、あのねそうめっちゃ楽しかった、もうねおかしいぐらい楽しかったよ。ちょっとね異次元の楽しさだった。でもね帰ったら疲れた。えアリスねちょっとカラオケ行くとちょっと覚醒するんだよ。なんかいろんなよくわかんない曲をいっぱい歌ってくれるの。こんな曲誰も知らないよっていう感じの、どなたの何の曲ですかっていう感じの曲をねなんかいっぱい歌ってくれるんだよ。マジでライブ良かったよ本当に嬉しい。え私さなんかライブ楽しいんだけどさ、楽しいっていう記憶だけでさ、なんかその自分の歌がどういう風に聞こえてたのかなとかさ、なんかあんま分かんないんだよね。自分がどういう風に見えてたのかなとかさ、あんまりなんか分かんなくて、なんか後から冷静にライブ映像を見返すとなんかおーってなんだけど、なんかねこの間何言ってたかな、あ思い出した。でもねあれ何の曲なんだろう、なんかこれでここで言ってなんかちょっとまずい感じの曲だったらアリスに迷惑がかかってしまうのでちょっとやめておこう。定誕祭星名取る落選かな、した時二条部なんとか当選したね、頼む頼む。てかさそんなさ落選なんて出るって思わなかったマジで、そう嬉しい、なんかありがたいっていうかさびっくりしてんだけど、ありがたいありがたいっていうか本当にって感じ。なんかとりあえず半分ぐらいのさ人数でさ切ったのかな、わかんない、どういう感じでやってんだろう。二次でさ当たってほしいんだけど、みんな来て、なんなら席なくても来ていいよ、そしたら私が怒られるか。いいよステージ入んなかったらあのステージどうぞどうぞって感じね、いいよステージ来ていいよ。てか何するんだろう、なんか私さ歌えるのかと思ってさなんか私さあのさなんかアイドルさんのいわゆる生誕祭ってさこう自分たちのオリ曲だけじゃなくてなんか好きな曲を いっぱい歌えるみたいな感じの、この間さ律木ひかるさんの生誕祭があってさマジで行きたくてなんか舞となんかマジで行こうみたいな話してたんだけど、見事にリハーサルが入ってなんか絶対行けないやんってなってちょっと諦めた。マジで悲しい、本当に行きたかった、本当に行きたかったけど
なんか後から写真見てめっちゃ可愛くて、本当に涙涙涙でさ、なんかさ瀬戸利をさなんかどっかに載せてらっしゃったんですけど、なんか思わせぶりっ子とか歌ってたり、大森聖子さんとか歌ってたりして、なんかいいなーいいなーって思って、そうだ私の大森聖子さん歌いたいです。私プリキュアとか歌いたいんだけどいいですか。プリキュアも歌いたいし、アイカツ歌いたいんだよね。アイカツ歌って踊っていいですか。歌を届けたい、笑顔届くまで、ハートのチャイム鳴らして手渡すよ、君にスマイル明日に夢、アイカツしよ、レディーゴー、ワンツースリーフォン。アイカツ歌いたいよね。まだ上司アイカツ作ってただってやばやば。ありがとうございますって言っておいて、ここにアイカツにたくさんの勇気や元気をもらった夢見るジョジがいますということ。もうジョジじゃないか、もう18歳だよ私、もうジョジとか言わないよね、なんか恥ずかしいわ、うん、恥ずかしいわ。でもねこれ今日の髪型ね、ももかがねキリア葵ちゃんみたいって言ってくれたの、嬉しかった。どう、穏やかじゃない、私ねキリア葵ちゃん推しだったの。なぜかというと名前が同じだから。名前が同じだし、あと青が好きだから、なんか青い髪で青っぽい衣装も多くて可愛いと思ってね、キリア葵ちゃん推しだった。でも一番はあかりちゃんですけどね、大空あかりちゃん、大空あかりしか勝たん。アイカツって本当にね神アニメだからね、絶対に見てほしい。穏やかじゃない、これ穏やかじゃないですか、嬉しい。アイカツスターズってさ面白いかな、私さ見たことないんだけど、あ無印で終わっちゃったんだけど、なんだっけ、曲がめっちゃいいなと思って、夢は見るものじゃない、叶えるものだよ、なんだっけ、にゃ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 、情熱に素直でいようみたいな。私オーロラファンタジー似合うかな。私ドリーミークラウン着たいんだよね。そのアイカツにはそのブランドっていうのがあって、そのなんかブランドがいっぱいあるんですよ。それでそのみんなそれぞれ好きなブランドがあって、それでトップアイドルになるためにそのデザイナーさんに、そのドレスをデザインしてるデザイナーさんに認められるためにいっぱいなんか頑張ってるところを見せるみたいな。私ドリーミークラウンが好きなんだよね、なぜならあかりちゃんが好きだから。そう、私の推しメンの大空あかりちゃんは最初着てたのはそのあかりちゃんが憧れだった星宮いちごちゃんの好きなブランドのエンジェリーシュガーっていうブランドを最初はよく着てたんだけど、途中からやっぱあかりちゃんはあかりちゃんらしく、もうね本当にね大空あかりちゃんってやばいから、それでドリーミークラウンのドレスにあかりちゃんは一目惚れして、それからそのデザイナーの、あ、なんだっけ、さ、なんかさ、なんか謎にかっこいいデザイナーさんなんだっけ、さ、なんか湖のさ、横にさ、
あのデザイン事務所を構えてるさ、あのなんか赤っぽい髪のさ、なんか背の生徒さんみたいな、そのなんかデザイナーさんに認めてもらうためになんかその人にはもう諦めて帰りなみたいに言われるんだけど、あのめっちゃ森の中を探索しまくって、なんかデザインのリボンを染める染料の実みたいなのを崖みたいなとこにのなんか行って取ってくるの。それで初めて、なんか初めてかな、なんかプレミアムドレスみたいな、なんかスワンのめっちゃ可愛いやつをそのデザイナーさんに作ってもらうんです。その衣装を着て踊るあかりちゃんが本当に可愛いキラキラっていうね。あ、瀬名さんだ、瀬戸じゃなかった。瀬名翼さんね。そうそうそう。え、なんかさ、めっちゃ若くない？あの瀬名さん、あかりちゃんと同い年ぐらいに見えるんだけど。テューテューはテューイーナアイドル活動、テューテューはテューイーナ明日へ Are you ready go? 重大問題あれこれテンパってる場合じゃないの。ハート掛け声全部、え、そう、愛勝つ愛勝つ、あの崖登りです。崖登りしようかな私も。いちごちゃん、ちなみにいちごちゃんはあのデザイナーさんの、そのエンジェリーシュガーのデザイナーさんの事務所があの崖の上にあるんだけど、あのエレベーターがあるのに、エレベーターがあるのにもかかわらず、あの崖を制服で何の装備もなしに制服であの登っていくというね、ちょっと勇者。ちょっとね、いちごちゃんはね勇者すぎてね、あのなんだろう、人間超えちゃってるから、なんか突拍子もなくアメリカに行ったり、あの友達を喜ばせるために学校の木をなんかめっちゃギコギコ、学校の木じゃない、あの森から木を切ってきて学校に建てて、あのクリスマスツリーを作ったりとかね、ちょっとね、ちょっとすごいっこすぎてね、ちょっといちごちゃんちょっとレベチなんだけど。逆アニメじゃないよ。めっちゃあの最高アイドルアニメ、あのジョジが大喜びする。え、本当に可愛いんだよドレスが。え、学校の木切ってない学校の木切ってない、そのあのなんだっけ、なんとかマウンテンみたいな、エンジェリーマウンテンみたいな、なんだっけ、そのデザイナーさんの事務所があるその崖の上のところ、山のところにあるんだけど、その山の木を一本いただいていいですかってそのデザイナーさんに聞いて、いいですよみたいになって、その木を切ってきて、その木、そうね、待って、めっちゃおもろいのがね、その切った木に乗ってあの山の斜面を滑ってあの帰るっていう、めっちゃおもろくない？危ないって。山を降りるの、どうやって降りるってなって、その切った木に乗って帰りゃいいじゃんってなって、あのソリみたいにその木に乗って滑って帰ったの。え、大事故だよこれ。あのね、ちょっとね、大事故。でも面白いよ。なんかね、とにかくそのドレスが可愛くて、え、ちょっとさ、星宮いちごちゃんちょっとおかしい、ちょっと可愛いのね、ちょっと突拍子もない子すぎてさ、可愛いんだよね。でもみんな面白いよ。大地を踏みしめて君は目覚めていく。なんかちょっと喋ることなくなったし、カラオケしたい気分だからカラオケしようかな。でもうまく歌えなかったらごめんなさい。私上咽頭炎の治療頑張ってるから、ちょっと歌いやすくなったらいいな。なんか今日なんか大地踏みしめまくりって感じだね。だってあの歌いい曲じゃない？なんかさ、本当に元気出る。
そう、ちなみにあのいちごちゃんの弟はあの葵ちゃん推しなんだよ。葵姉さんって言ってね、あのいつまでもどこまでもね、あの追いかけていくね、ライチくんっていうライチくん可愛いよね。にゃ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 、聞こえますか？わーい。最近はね、あのね、アニメ見てないの。なんか地味に毎日何かしらあって、いやそんな忙しいっていうほどでもないんだけど、忙しいっていうほどでもないんだけど、絶妙に見るタイミングを失っている。にゃ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 、あ、そうそう、さなつんさんのストーリーにね載ってるの恥ずかしいんだけど、私あれドスッピンなんだけど、私いつもさ、あのリハーサルとかさ、ドスッピンなんだよ。恥ずかしい。なんかアリスとかさ、あとノイミーさん結構なんかリハーサルでもメイクして、来られる方結構多くて、え、私さ、私がおかしいのかな、すっごい寒いの、リハ室が本当になんか22度とか、いつも冷房が効いてて、それでなんかめっちゃガシガシ踊りまくる系のリハだったら半袖でいいんだけど、一個の以上のリハって結構こう確認というかさ、なんか頭脳ゲームみたいな感じなの。今ここにいて、なんかこの B ステがこっち向きにあって、あなたは今 B ステを見ていて、あのでも C ステの こっちの角にいますみたいな。それであの途中でここの2サビでなんかここが交代して、なんかこう番号が変わってみたいな、なんかこう言って、なんかはい、あなたは34番に立ちますみたいな感じでさ、もう本当にさ、もう頭爆発しそうって感じなの。なんか体が疲れるというかね、頭が疲れるんだよね。本当になんか理解が追いつかなくて頭が爆発しそうになるんだけど、だから全然動かないのね。そうそう、踊りはちょっと確認はするんだけど、そんな思いっきり踊る感じじゃなくて、確認が覚えるって感じだから。でも本当にね、もうやばい、もう本当になんか脳みそがぐるぐる巻きって感じ。だから私はね、寒くていつも上着ちゃう。私ね、寒暖差アレルギーって言われたの、その耳鼻科で。アレルギー検査、そう、モメントにも書いたんだけど、私アレルギー検査したらアレルギー1個もなかったの。すごくない？あのね、私ね、あのワンちゃん飼いたいんだけどさ、ワンちゃんと猫ちゃんとか飼いたいんだけど、兄が犬アレルギーだし、ママが多分猫アレルギーなのかな、なんかだからね、飼えないんよ今だと。でも私将来さ、私は大丈夫ってことはさ、将来飼えちゃうじゃんと思って嬉しい。まあうちにはクマタンがいるからね。そう、でも寒暖差アレルギーって言われて、寒暖差、なんか寒暖差アレルギーってね、アレルギーっていうくせにね、アレルギーじゃないんだって変だよね。私さ、調べたの、寒暖差アレルギーってなんだろうと思って、そしたら別にアレルギーじゃないんだけど、アレルギーみたいな症状が出るから寒暖差アレルギーってこう名付けられてるんだって。とにかくなんかこう気温差がある季節だと、そう、なんかこう鼻水とかがこうなんか奥の方に溜まって、全然ね、あんま自分的にはね、そんな気にならないんだけど、でも確かになんか喉の奥の方になんか絡まってる感じはあるんだけど。にゃ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 
今日も上院登園でコールするためにも、え、待って、本当に待って、本当に分かる、本当に気持ち分かる、本当に待って、しんどい、待って、考えただけでしんどくなってきた。え、本当に分かる、え、本当に分かる。え、あのね、そんなね、そんなあなたにアドバイス、私ね、歌う時になんかライオンとかの歌い方だとめっちゃ喉に負担かかるんだけど、なんかこう、なんかこう、なんか響いてるのがこう本当に上咽頭のあたりで響いてる感じ。もうなんかごめんね、なんかスピリチュアルですかって、なんか本当に何の話ですかって感じなんだけど、こうなんか声が上咽頭に当たってるって感じがしてめっちゃ痛いんだけど、可愛い声でいいなら、夢見るアイドルとか可愛い声でいいなら、なんかこの辺、なんか鼻の、なんかこう、こう鼻の方に響く声で言えばなんかあんまり痛くない。そう、鼻腔共鳴的な感じで。でもボイトレの先生には口腔共鳴でが響くからそうしてくださいと言われたんだけど、だってそれだと痛いんだもん、痛いんだよ。なんて、私カラオケするっていうのが全然してない。ぜひぜひリクエストあったらお願いします。え、そうだから、こうなんかこう獣のようにコールするしかない。だからそうやってね、なんかうわーって声出すともう本当に喉の方にダイレクトにうーんって負担がかかるからあれだけど、もっとこうなんかこの辺によくね、なんかこうやったら多分そんなに喉に負担かかんないけど、女の子みたいになると思う。女の子女の子みたいな感じになると思うけど、それだとあんまりね、私的には喉に負担がかかんないよ。感覚的な問題だけどね。なんかではでは、リクエストあったらぜひお願いします。何でも OK、 何でもダメだか、イコノイズイか48さんか、坂道さん、愛の重さ、誰もに夏の近道、偶然シンフォニー、ディスコの表情、君がよ、かわいい歌、かわいい歌、マシュマロフロット、あそこでマイボイス、きっかけ、どうしよう、どうしようかな、ギンガムチェック、ダレバレ、ドライブデッドじゃない、僕の色、エビカツ、早送りカレンダー、やばい、え、早送りカレンダー歌えるかな、待って、早送りカレンダーね、最近聞いてんだよ。でもさ、 A メロ B メロが歌えるかかない、ちょっと歌えなかったら1番でやめる、絶対歌えない気がする。ちょっと六少年と一夜物語はちょっとボカロ、私小学生の時めっちゃ聞いてたけどね、にゃ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 にちょっと早送りカレンダー歌ってみる。でも多分歌えないから途中で切ります。太陽は舞い染がせろ、バロマンスが始まるよ、雨が雲が梅雨が明けたらこっちのもの、早送りカレンダー、宿のカフェのテラスパラソルやっと開いて待ち望んでいるのずっと近づいてくる、天国に一番近いあの海へ誘っていいかい、二人きりで
木々のセミが鳴いたらためらってる時間はないよ、すぐにキスしよう。君が好きだ、もう大好きだ、もうこの気持ち伝えたい。季節前に首だけなんだ僕の負け、早送りカレンダー。ありがとうございます。ちょっと怪しいから一番で終わりだけど、え、めっちゃいい曲だよね、大好き。私もね、なんかもともと知ってたけど、なんか最近また聴き始めて、え、めっちゃいい曲じゃんと思ってね、最近よく聴いてる。いいよね。全然まだ時間あるので、今日ね10時までやろうかなって思っている。リクエストあったらね、お願いします。え、ディスコ入ったの？え、ちょっと夏っぽい歌だよね。あ、自業自得歌いたいかも。え、待って、僕らのユリーカ、やばい。え、ちょっと僕らのユリーカ歌いたいかも。え、ディスコちょっと歌ってみたいかもな。にゃにゃん、自業自得あるかな。愛とは自業自得、にゃ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 、間違っていても。あるじゃん、ちょっとやばい。いいですか、ちょっと自業自得歌ったら、僕らのユリーカ発見し、歌いたいな。ちょっとじゃあお願いします。最高。どういうつもりだい、冗談じゃない、そんなわがままは通用しない、今更じゃない、もう一度付き合おうって、絶対は絶対にないだいだろう、未来なんて誰もわかんやしないさ、もっとはずぐるぐるで欲しかったよ、時間を巻き戻せるとしたなら、あの日あんな別れ方はしない、君の腕を掴んだままどこまでも歩いただろう。愛とは自業自得、過去に出した答えが間違っていても、誰のせいでもない、決めたのは自分自身なんだ、いつだって自業自得、寂しさから逃げるな、選んだ感情何を思い出より残酷だ。ほんとだ、これ続いてたんだ。え、泣いていたって気に惜しくない、ずっと強情でいて欲しかった、振り向いてもそう何も始まんない、反省は最悪のプロセス、やめとけ、一言誰も気にするのか、終わったんだよりなんか戻せない、傷つくことで分かり合えるだろう、なんだこりゃ、笑っていたのか、真っ赤な血がまだ流れて、かすめたりなってない、わかんない。愛とは自問自答、何が正しいかなんて正解かったようで、いつか知らぬ間に痛みになあ変え
くる。ラウドもじもじとけそうかな。逃げろ君からの I love you。 許してしまえば繰り返すだけだ。え、これ I think って言ってたんだ。ずっとさ愛して愛してって言ってたと思った。すごい愛してほしいんだなって思った。愛すぎまだ迷ってるんだ。終わった恋なんて始めればいい。あ、これあれじゃん。 No, you know。愛と待ちごちと過去に出した答えが間違っていても、誰のせいでもない。決めたのは自分自身なんだ。いつだって自業自得さに逆ら逃げるな。選んだ感情何を失ったか、思い出より残酷だ。なんか思ったより分かんないところ多くてやばかったでもめちゃ聞いてた。 MV がねめっちゃかっこいいよ。大西さんっていう最高でしたってえ、嬉しい、嬉しいです、ありがとうございます楽しんでもらえて嬉しいです。歌えるかな、最近あんま聞いてないから。この青よりもっと深い青だ。湾の内側の海は色が生きる。なぜ恋人たちはここまで来るのだろう。愛を囁くには波音が必要。原付バイクを飛ばして家まで帰る道筋、わざと山川を選んできた。そういう夢で君を見ない。僕らのユリイカ発見したんだ。ずっと近くにいたのに初めての感情、夏の太陽に目を細めた時、君のことを綺麗だと思った。合ってるか、多くの事実はそこに隠れている。ただの友達の流れ次第。なぜ大人になると正直になれないの。愛の告白には砂浜が最適。2台のバイクが並んで心を駆らうのは君ち。海に行こうって言い出したのはどっちが先だってよかった。僕らのユリイカ思わず叫んだ。まさか同じ気持ちを
持ち始めたこと、わかったこれだとピンときたその時、ギリシャの言葉を思い出したんだ。合ってるかな、わかんない。僕らのユニカ発見したんだ、ずっと近くにいたのに、初めての感情を夏の太陽に、目を細めた時、君のことを綺麗だと思った。ありがとうございます。ちょっと難しかった。大好き、結局こういう曲がね一番大好き。アイドル最高、アイドルって本当に可愛い。 Can make Tokyo。 あ、はちびさんありがとう。ミラーボールキラキラありがとう。せっかのブラボーだって、ブラボーありがとう。せっかさん嬉しい。はちびさんミラーボールまたいっぱいありがとうね。あ、ごめん、ギフトがこれ以上見えないけど、ありがとう、嬉しい。アニメ最高すぎて好きすぎ泣いちゃった。本当よかった、よかったよ。いいよね。まだ時間あるんで、あと1曲かな。頑張れば2曲いけるかも。すぐに歌う曲を決めたら2曲いけるけど。あ、リクエスト、リクエスト、カモン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 。待って、ノロノロ入ってるかな。なぎいち、待って、なぎいちいいかも。待って、私さ、ノロノロずっと歌いたいって言ってんだよね。でもずっと入ってないの。入ってないわ、入ってないわ。なんで入ってないの。ノロノロずっと歌いたいって言ってたんだよね。なぎいち行こうかな。でもなぎいちで終わりかな。なぎいちってイントネーション合ってる。ちょっと私さ、にわかなもんで。これも歌えるかな。久しぶりに歌うわ、お願いします。なぎいちか、なぎいち、なぎいち、なぎいち。砂浜寝そべった水着ショー、海のその青さ、空生まれしみる散らばったジュエルがキラキラと輝いて、目移りするなら盗んじゃえ。そばにいすぎて慣れてしまった、大事なものがここにあるよ、あるよ、きっと思い出せないさで一番可愛いが、あなたはどの子を指さすの、泣き一はっきりしようじゃないか。夏の恋は
光と影、どこが熱いかとか見当つかない、どれくらい思えば愛しさを形にして、あなたまでちゃんと伝わるの、友達じゃなく恋人じゃない、自由な距離さ、いつのいつの日にか日にかきっとわかるだろう、渚で一番可愛い、当然私は自信ある、泣き一白黒つけようじゃないか、夢の中でキスをキスをしよう、ずれた、かわいいか、あなたはどの子を指さすの、泣き字はっきりしようじゃないか、答えなさい、誰と誰と、夏の恋は結局夏曲大好き。ニアジュさん、ニアジュも夏曲できないかな。なんかもう王道王道超王道夏曲。来年の夏に期待や。マジで夏曲歌いたいんですけど。そうだね。もう神って感じの夏曲が、夏曲歌いたい、もうこういうのですよってさ、こういうのが一番いいんですよっていうさ、夏曲歌いたいな。あ、はちみーさんミラーボールありがとう。はちみーさんいっぱいありがとうね。あ、はちみーさんありがとう。あ、みんなミラーボールやらなんやらペンライトやらなんやら、もうありがとう。あのゆりさんのいいよね。あのちょっと歌えない、難しくてサビがな夏が難しい。あれ、ニジコンさんやばいよね。てかさ、ニジコンさんの夏曲本当にやばくない？なんかもうさ、最高すぎてさ、なんか本当生きててよかったってなるよね。で、今年の曲が好きなんで、あのなんだっけ、あの全てが虹になるサマーみたいな、愛してる、これが恋じゃないなら何が恋だ、すっごい好きってかめちゃめちゃ好き、理由なんてないです、小さいそうじゃん、だって好きなんだもん、にゃ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 、待って、あのね、イントロが出てきてたな。あ、待って、なんかね、いろいろさ、なんかサマーな感じの曲がめっちゃ多すぎてさ、なんかぐちゃぐちゃになっちゃ
あれはあのあれもいいね。私を見てなきゃやん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 なんです。そう、私はあの去年じゃないわ、一昨年か、一昨年のアットジャムでノイミーさんのあれを見させていただいた時に、ノイミーさんの前がニジコンさんだったんですけど、もうそこでねニジコンさんを初めて見たんですけど、本当に最高すぎてちょっとねそれからニジコンさん好きになっちゃいました。でも私さ、なんか最近やっとなんか推しメンっていうか、なんかあーこの方がすごい好きだなって思うあのメンバーさんがあのできたんだけど、なんとあと数日、あと10日ぐらいかなでね、ご卒業されてしまうみたいでね、本当にガビーンなんだよね。ね、本当にさ、私が好きになるアイドルさんさ、なんかもうなんか卒業、ご卒業、解散とかさ、なんか現体制終了みたいな、そういうのいっぱいあるんですけど、もうどうしたら、私が疫病組なのかな、え、どうしたらいい、本当に。もちろんそうなってないグループさんもいっぱいあるんだけど、そう、岡田あやめさんです。本当に可愛くて、本当に笑顔が可愛い岡田あやめさん、もうなんか笑顔が本当に可愛い。そうだよね。でもさ、群青の世界さんだってさ、なんかどういう体制になるか分かんなくない。私はあの工藤美香さん推しだったんですけども、恥ずかしい、なんかこれこういうの拡散されたらちょっと嫌だからさ、なんかその勝手に、私が勝手に話してるだけだから、私が個人的に好きで個人的に勝手に話してるだけだから、ちょっともしあのなんか そのアイドルさんになんか情報がいってなんかあれだったらちょっと迷惑なんで、迷惑をかけてしまうかもしれないので、ちょっとあのここだけの話でお願いします。そう、群青の世界さんね、はぁ、めっちゃ好きだよ。私はねチュラさんが好きだったんだけど、もうメンバーさん全員変わっちゃったから新体制になって、でもね曲大好きでずっと聴いてる。にゃ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 にずるいよ、ずるいよ、私のことを置いて見に行くなんて。先行ウェイトやばすぎ。ずっと前へ、ずっと前へ、最前線で光っていこう。にゃにゃにゃ、にゃにゃにゃ、にゃ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 。本当でもね、私ね、待って、夜空のよすが私も本当に大好きなんでね、この夜空のよすが、ちなみに私の推しメンが作詞してんの、私の推しメンさんが作詞してる曲なので、はいはい、素晴らしいって感じ。ちなみに私の推しメンさん他にもあと2曲ぐらい作詞されてるんですけど、あの影楼っていう曲が本当に神なので聴いてください。やばいよね、めっちゃいい曲なの、本当にいい曲。夜空の夜空がもうやばいよ、めっちゃいい曲だから。でも私もあのアイドルになる前は坂道、やっぱ乃木坂さんがやっぱ最初すごい大好き、今も好きなんだけど、ずっと好きなんだけど、乃木坂さんが好きで、それでイコラブさんを好きになって、イコノイさんを好きになって、
それでまあ48さんとかも曲は結構知ってたりしたけど、なんかほんとそのぐらいしか知らなかったんだけど、自分がアイドルになってから聴くようになった。いろんなアイドルさんの曲っていうか、いろんなアイドルさんのことをね知るようになって。でもさ、やばいよね。なんかさ、いまだにさ、なんかあれ、私ってアイドルなんだって、なんか夢かなって思うんだもん。だってさ、だって楽屋裏とかでさすれ違うの、やばいよね。楽屋裏とかでさ、なんか推しメンとすれ違ったりするのそれでさ、ちょっと夢かなって。でも私はすごいライブで元気もらえる感じのアイドルさんが好きです。こう笑顔が可愛くてもう本当に私のなんかさ、私なんかさ、友達にこれ言ったらね、なんか本当に変態って言われたんだけど、笑顔が可愛くて、なんかこうあどけなさもあるのに、なんか儚さもあるような、でも本当に可愛くて、黒髪で笑顔が可愛くて、全力で一生懸命な子が好きやば、そういう友達に言ったら、なんかそれさ、なんか18歳の女の子でよかったねって言われた。それなんか年齢と性別とかが違ったらなんかちょっと危ないって言われた。そう、とってもとっても可愛い女の子が大好き。ちょっとやめて、なんかそんな、その私って言われるために言ったわけじゃないから、本当に恥ずかしい。なんかそうやって言わせるために言ったみたいになって、もう本当にやめて、やめて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 、恥ずかしい。そんなことない。貴族はな、褒めてくれるのはとってもとても嬉しいんだけど、私のちょっと気持ちの悪い趣味の話をしただけですから。そうなの、もう可愛くて、なんか笑顔が可愛くて、黒髪で、一生懸命で趣味、それでなんかちょっと子供っぽさも残るんだけど、なんかそう、大人っぽすぎる子じゃなくて、なんかちょっと子供っぽい感じもありつつ、でもなんかすごい憧れる部分もありつつみたいな、あ、かっこいいなって思わせてくれるところもありつつ、でも可愛いなって思わせてくれるところもありつつみたいな、子がね好きですねあ、気持ち悪い、気持ち悪くてごめんなさい。かなり王道でいい趣味嗜好だと思います。え？でしょ？そうなの。我ながら私が好きになるアイドルさんはね、全員神だと思ってる。私が好きになるアイドルさん、私趣味いいなと思って、本当に私が好きになるアイドルさん、ね、全てね、最高アイドルすぎてね、本当に神だから。ちょっと待って、もう10時7分だった、やばい、そろそろ終わりにします。早く寝ないと。ではでは、13位から読みたいと思います。13位、ディバさん、ありがとう。ディバさん、ありがとう。そして12位がショウさん、ありがとう。ショウさん、ありがとう。そして11位がチアちゃん、ありがとう。チアちゃん、ありがとう。そして10位がセッカさん、ありがとう。セッカさん、ありがとう。そして9位がウカテン、ありがとう。ウカテン、ありがとう。そして8位がマサさん、ありがとう。マサさん、ありがとう。そして7位がハチビーさん、ありがとう。ハチビーさん、ありがとう。そして6位がカサゴさん、ありがとう。カサゴさん、ありがとう。そして5位が梅太郎さん、ありがとう。梅太郎さん、ありがとう。そして4位がじゅんちさん、ありがとう。じゅんちさん、ありがとう。そして3位がクラゲちゃん、ありがとう。クラゲちゃん、
ん、ありがとう。そして2位がなおたん、ありがとう。なおたん、ありがとう。そして1位がドラララララララドラララララドン、中島さんです。中島さん、中島さん、ありがとう。はい、ありがとうございました。お呼びできなかった皆さんもたくさんのコメントやギフトなどなどなどありがとうございました。くまたんずっといるよ、永遠もいる。あ、そういえばさ、ちょっと待って、まだ終わんないんかいって感じなんだけどさ、あのサマステのさ、あのさ、あれさ、めっちゃチェキかわいいのかけたから、ちょっとやばいよ、期待しててって感じ。でも あそこで売るんかーいって感じだけどね。では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 、そろそろお風呂に入ってそろそろ寝たいと思います。バイバーイ、おやすみみんでみー。